ジャスティン・ポータル・ウェルビーは、イギリスのイングランド国教会聖職者、政治家。現在、カンタベリー大主教を務めており、その地位に基づき貴族院議員でもある。アウグスティノスから数えて105代目の、カンタベリー大主教である。1956年1月6日、ウィスキー販売業のギャビン・ブラム・ホール・ウェルビーとその妻で、ウィンストン・チャーチル首相の秘書などを務めた、ジェーンの長男として、 ロンドンに生まれる。祖父はユダヤ系ドイツ人だったが、ナチス政権の反ユダヤ主義政策から逃れるため、イギリスへ移民した。1955年、両親は駆け落ち同様にアメリカに渡り、その後すぐにロンドンに戻って、ジャスティンを出産した。両親のアルコール依存症により、子供の頃はごたごたしていたと語っている。2016年3月、 デイリー・テレグラフ氏の取材の過程で、ウェルビー大主教も合意した DNA 型鑑定が行われ、結果として父親すなわちジップは、母親と同時期にチャーチル首相の秘書官を務めた、サー・アンソニー・モンタギュー・ブラウンにほぼ間違いないと判明した。これに関して、大主教は全く動揺していない、私が誰であるか、それはイエス・キリストを通して見つけるものであり。 イデーを通して見るものではないため、イエスを通じて乱す自分のアイデンティティは決して変わらない。と、イングランド国教会を通して語っている。教育はイートンカレッジを経て、ケンブリッジ大学へ進学し、1978年に歴史学専攻で学士号を得て卒業した。その後11年間石油産業に従事し、そのうちの5年間は、 パリに拠点を置くフランスの石油会社エルフはキテーヌに勤務してフランスとイギリスで働いた。1984年からはエンタープライズオイルグループのグループ財務担当として西アフリカと北海油田でのプロジェクトに携わり、1989年に証明を受けたとして同社を辞任した。生油業界に従事した機関、ウェルビーはアルファコースの発信地としても有名で、 福音的なロンドンブロンプトンの三31教会の信徒であった。1983年、当時7ヶ月の娘を交通事故で失った。これが後の転身のきっかけの一つとなったとされている。神学校へ進むにあたって、ケンジントン地区主教からは、イングランド国教会にはあなたの居場所はない。と言われたが、 当時のブランプトン聖31教会司祭の取りなしを経て、1989年からダラム大学のセントジョンズカレッジで学び、1992年に進学専攻の学士号ドディプミンを受けた。いくつかの聖職を経て2007年にリバプール主任司祭、2011年にダーラム主教となった。ダーラム主教として2012年1月12日に貴族院で紹介を受け、 貴族院議員となった。2012年11月9日に、イギリス首相官邸は、ウェルビー主教が、次期カンタベリー大主教として選ばれたことを発表し、2013年1月10日に、カンタベリー大聖堂での儀式により正式に、大主教として性別された。同年2月26日からカンタベリー大主教として、貴族院議員にもなった。 2021年3月22日にバッドレイグラマースクールで教師が生徒にムハンマドの漫画を見せたとしてイスラム教徒の保護者たちが学校に詰めかけて教師の解雇を要求する騒ぎに自ら足を踏み入れ異例の介入を行ったウェルビーはイスラム教徒の指導者たちと良好な関係にあり彼らの多くは教師が学校で漫画を見せたことに立腹しているが 暴力行為も脅迫もしていない。この国では言論の自由を保持しなくてはならない。言論の自由を行使するなら他の人々の言論の自由の行使を妨げてはならないと話している。または LB はイギリスの歴史的過去を抹消しようとするキャンセル文化と支持者たちも非難している。私たちは過去を消すことはできない。それは不可能だ。 私たちは常に過去から学び、悔い改めなくてはならない。しかし抹消することはできない。キャンセルはできない。意見の相違を取り消すことはできないとしている。ジャスティン・ウェルビーはキャロラインと結婚していて、6人の子供がある。1983年にフランスでの交通事故で7ヶ月の子供を亡くしている。自分自身は優遇された教育を受けていると感じているが、 子供たちは普通の学校に通わせている。フランスで働いた経験からフランス語を話し、神仏であると自認している。シンダーラム主教の紹介では趣味はフランスのものほぼ全てセーリングであるとしている。ありがとうございます。